お話にありましたように、きょういよいよ初練習を行いました、選手とも初めてお会いしたかと思いますけれども、初練習を行ってみての率直な感想も聞かせていただけますか Hoje、nós fizemos um treinamento mais de adaptação、porque houve fotografias junto com os torcedores、きょう、como disse agora、serão nossa família。 まあ、あの今、先ほど言った通り、われわれの大事な家族であるサポーターの皆さんと,です、ねえー、と集合写真を撮ったりですとか、あどちらかというと、まあ、長い間、あ休,みを休みにいた選手の体の手順を順応させるために、軽いメニューをこなしましたあのレクレーションの要素が強いトレーニングでしたね。 porque é o primeiro dia, treinador novo, os torcedores no estádio, os jogadores estavam um pouco ansiosos, então tivemos que fazer uma brincadeira. まあ,まあ,あの uh ,まあ, uh, Essencialmente, 코토시 esse foi a base do treino de hoje, até porque amanhã já iniciaremos uma, mais direcionado ao que nós Pretendemos e prepararmos-nos para, no início, no início do campeonato, nós estarmos sempre no auge de cada um dos nossos jogadores. えー、なので、えーまあ日以降です、ね、われわれが目標とするところにチームを持っていくためのトレーニングというものをしっかりと選手一人一人にリーグをこれから戦っていく上でえで、ー、それぞれが最大限にそれぞれの能力というものを発揮できるようなトレーニングを落とし込んでいきたいというふうに思っていますそういう感じのトレーニングでしたねありがとうございますありがとうございます。 あの柏レイソルはクラブの歴史の中でもここ数年、えー、特に躍進を果たしていて数多くのタイトルも取っていて、まあ、サポーターの要求も少しずつおそらく高くなっていると思いますがそういう中で、えー、この柏レイソルのサポーターにミルトン・メンデス監督どんなサッカーを披露したいと思っていらっしゃいますか。えー

あのそれというのはもちろんあの簡単なことではありません、われわれのチームというのは非常にレベルの高いあの、えー、選手が揃ったクラブだと思っています、しかしながら、あそ,それに甘んじることなく、しっかりとトレーニング,励ニングに励んでいくことで、われわれが掲げた目標というものに少しずつ近づいていければなというふうに思っていますなことは、このテラさんは、やはり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 、やは あの、えっと、então eh, o nosso objetivo é fazer com que os nossos jogadores eh, lutem cada jogo, façam o seu melhor a cada jogo, disputem eh, cada partida como se fosse a última. なので、私が選手に求めることは、しっかり日々のトレーニングに向き合うこと、しっかりと戦うこと、常に日々日頃からベストを尽くしてほしいということですね、毎試合毎試合を最後の試合だと思って、最後まで戦い抜く強い気持ちを持ってもらいたいと思っています。 Eles não vão ser obrigados a jogar bem, mas vão ser obrigados a lutar muito, dedicar-se muito. Um ,あの uh Vamos procurar ter um futebol de posse de bola e também jogar rápido e chegar a, 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 ao gol adversário com mais rapidez. Esse será o nosso desafio. もちろん、えー、と我々が目指すのはポゼッションをしっかりと保つこと、そしてなるべく早く相手のゴールまでボールを運ぶことです。Portanto、えー、vocês podem ter a certeza que vamos trabalhar muito、あのー、しっかり皆さんにも確信してもらって結構です。えー、と我々はこれから精一杯思う存分、えー、としっかりと日々のトレーニングに臨みたいと思っています。Vamos muito. しっかり戦います。

我々の選手に対しても同じような情熱を持って仕事に臨んでもらえるような環境を作りたいと思っています。